ポーチプロ野球チャンネル。はい、こんにちは、水井です。早速いきましょう。京本投手、久々ですね。大勢投手とね、一緒に大阪のトレーニングジム通って、厳しいトレーニングをこなしてきました。昨年ね、ヤクルト村上選手に、ホームランを打たれた2人ということでね、リベンジャーズ結成なんて書いてありましたけど、まあどんだけたくましく成長したか、キャンプが楽しみです。はい、本日もね、ワクチン組を除く8人で、新人合同自主トレです。一瞬ね、雪がちらついたジャイアンツ球場ですけど、めちゃくちゃ寒いジャイアンツ球場ですけど、ファンの方もいっぱい訪れてね、自分好みのファンを探してるんでしょうね。で、梶谷選手です。21日にね、左膝の手術後初めて外野の守備を行って、まあそれが約1年ぶりと。で、本日はバッティングこんだけもういい線までいってますよっていうところをお見せしたいんですが、梶谷選手、技術がやっぱりすごいです。ちょっと見にくいかもしれないんですが、簡単に言えば右手と左手をね、離してね、握ってるんですよ。左手を右手から指一本ぐらい間開けて握ってまして、まあ普通はね、間を詰めて、握ります。なんで離すかっていうと、まあ両手に入れる力の割合的に左手を10、右手を0の感覚で、持ちたいと、打ちたいと。これはね、人それぞれ、例えば同じ左バッターで右手主導で打ちに行く人と左手の押し込みを強く意識する人と分かれてて、高吉おしのぶさんは左手主導、松井秀喜さんは右手主導で打ってます。梶谷選手のね、説明はね、もともと右投げなので右が強いと、左手をだからずっと意識してやってますと言ってました。直球がね、めちゃくちゃ速いピッチャーに対してバットのヘッドが落ちちゃうと、まあファールになりがちで、なので左手を使ってヘッドを立たせるように、工夫していると。ちょっと一回やってみてください。右手と左手ね、間隔を空けるとヘッドは立ちやすいです。ただね、まあ振りにくいというのもあります。梶谷選手は全く違和感なく振ってます。だからまあ左手主導で打つんで、左手の押し込みを意識してるんで、まあ右手はまあ支えるだけ、しっかりとした軌道を入れると。で、これ見ても分かりますように、左手でコントロール、バットコントロールして押し込むと。で、この映像、三塁側にファールを打ってるんですが、昔ね、阿部ヘッドコーチが現役の時によくやっていた練習にちょっと似ていて、わざと三塁側にファールを打つんです。それは変化球にタイミング外れた時に、まあ阿部選手の場合はヘッドをこねくり回す癖があったんで、まあその矯正をしていたと。この練習をしていけば、実戦ではバットの先端がね、投手方向にきれいに抜ける、まあそんな意図がありました。体の軸をぶらさずに鋭く腰を回転させて打つことで、まあ球を懐まで呼び込めて右肩の開きを矯正できると。はい、まあいろいろ考えてます。立岡選手、左膝のね、前十字靭帯再建手術、
から、まあもう走り始めてますし、キャッチボールも、はい、こなしてます。はい、あとは気合満点の浅野選手。昨日からね、21日からね、すり足に変えましたね。左足を引きつけてから地面をするように出していくと。頭を動かさず、目線ぶらさず、で、左手の着地をなんか意識してると。それはね、プロ野球の、まあ、ピッチャーのキレは鋭いですから、そこにも対応しやすくなると。昔ね、松井秀喜さんも、超一流バッターは、こうやってすり足に変えたり、いろいろね、工夫して、対応力を磨いていましたね。とにかくどん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 、慣れていってほしいです。この後ろ姿は梶谷選手。キャンプは2軍スタートです。ね、自分でここまでできます、あれぐらいできますっていう、まあ、説明をして、じゃあ2軍で行こうと。ただね、まあ、2軍の全メニューをこなせるかっていうと、まだこなせないものもあるらしいですが、まあ、徐々にできるものを増やしていって、3月に入って実戦復帰したいと。で、開幕戦にレギュラーで出ると。そういう意思表示をしております。最後に、ワクチン組のね、萩尾選手と門脇選手が、午後になってから軽めに練習しに来ました。この後、萩尾選手のね、会見もちらっと見せますが、詳しいキャンプの振り分けとか、意気込みとは。そうですね、まあ、なんだろう、アピールっていうところももちろんあるんですけど、まあ、しっかり自分のやってきたことを、まあ、出すだけというところと、まあ、怪我なくしっかり、キャンプを終えれるように、まあキャンプの振り分けやね、萩尾選手の、この会見の続き、意気込み等は詳しくは23日月曜日配信のマンデーホーチで収録します。ありがとうございました。